元は、青州及び、春秋時代の諸公国。釈位は男爵、国君は強制。建国の君主は巨文宿で、巨白表が最後の君主である。元については、歴代君主以外の情報は、あまり分かっていない。帝によって滅亡したが、つわえによって復活した。祖が国君を廃したことで滅亡した。元の地理位置は、数度変わっている。最初は、 現在の河南省巨匠試験安区であった。春秋時代、帝や祖等の国の逼迫を受けて、紀元前576年、元の霊公は、派に南戦した。その後、元は、その不要国となった。紀元前538年、元の伊丹公は、恵比寿に遷とした。紀元前534年、関に遷とした。紀元前529年、派に、再び遷とした。 紀元前506年、姿城二千とした。そして、戦国時代初期にワイによって滅亡した。司書の記載によると、元の国君は、祭と祖先が同一で、白衣の末裔と言われている。青州が院を滅ぼした後に、州の西王和諸公を大捕した。その中で、院の旧地は、姫聖の諸公国と、京聖の諸公国に分布された。元国は、 衆朝の文法を受けた、強制の諸侯国の一国である。始祖は、大学の種の巨文宿で、武王国院時に対抗を挙げて、受け封された。春秋時代、帝や祖父の諸侯国が非常に強大になり、許し国は、強国の侵略を受けた。元は弱小で抵抗することができなかったので、有効を求めた。紀元前654年、諏訪は元を攻め打った。 元は大敗した。そのため、肉炭謝罪した。祖は、満足して、兵を退去させた。その聖王の時期、再次元に攻め撃った。元の国君は再び、肉炭謝罪して、和解を請求した。この状況下、許し国は、外と帝の攻防を避けるためには、戦とのみが可能であった。紀元前576年、元の霊孔は、派に難戦した。 紀元前538年、元の伊丹公は、エビスに戦とした。紀元前534年、関に戦とした。紀元前529年、歯に再び戦とした。紀元前506年、田城に戦とした。その後、元は、その不要国となった。伊公元は3から5年ごとに戦択を繰り返した。田城への戦択の後はより長い休止の期間に、 なったが諸侯の間の争いが続いたため、元は結局併合の浮き目を逃れることはできなかった。春秋差し伝の記載によると、元男ここの在中に、その国との栄が五の攻撃を受けている最中、帝の攻撃を受けて滅亡した。その後も歴史書に何人かの元の君主が記録されている。その腐食のもで、元の元親家は、 当地の百姓あるいは元国の移民に擁立された可能性が高い。なので厳密には元国の君主には数えられない。紀元前481年、その慶応は孔子決を元の君主に封じた。後世後、戦国時代初期に元の国君は素愛によって退位させられ、元は完全に滅亡した。滅亡後、元国の人は中原や江南に移住し、 国名を使とした。これは、虚勢の由来の一つとして挙げられる。元の牧校の妻である元、牧校夫人は、中国の歴史で最古の女性詩人であると言われている。漢女チリ氏によると、24世でス訪絵によって、滅亡したとある。しかし、文献によって実在性が証明されている君主は18人で、青銅器の名文によって交渉されているのもわずか3人である。つまり、 合計で21人となり、24人には達しない。その中で、巨文祝から、将校の整形が、史実眼外記に見える。ありがとうございます。